皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先ほどなんて言ったっけ。あ、ジャパンオープンの。ごめんなさい。ジャパンオープンの。ヒーロー。もう一回言う。ヒーロー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 第2弾。ヒーロー第2弾。ということなんですけれども、今回長野プロ、石原プロに投球していただいたボール。まあ、これはもうアメリカで実際は発表してるんですが、まあ、アメリカも12月発売ということで、まあ、1ヶ月前から発表し始めたフェーズの新しいシリーズでフェーズ3とこういうボールなんですね。でフェーズ3、まあ、皆さんおなじみのベロシティコアというコア、まあ、それとこう今回は R3 のハイブリッドとこういう組み合わせとこういうことなんですが、まあ、投球しながらコンディション、まあ、やっぱり42フィートなんですけれども、まあ、ミディアムクラスになったかなっていうようなね感じの、ちょっと差が出ちゃったんですけど、ミディアムクラスのオイル量になったかなっていうようなコンディションで、先ほどちょっと紹介しづらかったんですけど、お二人のレイアウト、まあ、長野プロはやっぱり長野プロの中ではすごい強い、下手すると石原プロより強いレイアウトなのかなってぐらいなイメージで、石原プロは玉なりに一番強いとこういうレイアウトだったんですけども、長野プロ、やっぱり王者の風格として、はい、一言ボンと分かりやすくね、分かりやすく皆さんに、なるほど、ね、フェーズスターを、あ、フェーズスターじゃなくてフェーズ3を紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、もう中間ですね。わかりやすくないですか。中間ですね。全てにおいて。ラインナップのラインナップの。なるほど。はい、やっぱり、うん、まあ、個人的な思い入れもあるんですよ。はい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 、一番最初の初代のフェイズって僕撮影してるんですよ。はい、もう記憶ないと思うんですけど。ないない、僕は年に1回か2回なので撮影が。ないないない、もう覚えてるんですよ。一番初めにフェイズっていうボールができた時の一番最初の撮影、僕が。はいはい、であとはジャパンオープンを初優勝した時はフェーズ2だったんですよ。おお、はい、なので割と個人的に僕はこのフェーズ結構思い入れが、はい、あるんですけど、はい、やはりストームの中でも、うん、ベロシティコアはかなり扱いやすいですし、はい、まあ、あえて悪く言うと、うん、おとなしいというか、よく言えば非常に扱いやすいと思ってるんですね、うんうん、なので割とこう平均的にいろんなコンディションで使えるボールだと思ってるんですね、うんうんうん、で、まあ、今回、まあ、フェーズ2とかちょっとオイルに強かったですし、はい、まあ、その他も OEM で、ね、はい、フェーズツアーとかフレンジとかさらにオイルに強いものが出ているとは思うんですけれども、はい、イメージとしては割と人気がすごく高かった、ダークフェイズとかフェイズグリップ、はいはいはい、個人的にすごく気に入って使ってはいたんですけれども、はいはいはい、その辺のイメージにちょっと近くてですね、うんうんうん、やはりフレンジーとかだとちょっと強すぎるんですよね、なので逆に言うと使えるコンディションがよりオイルが多い時に限られてくるんですけど、うんうん、今回 R3S のハイブリッドということで、うん、まあ、ストーンのカバンの中でも割と中間気味のカバだと思うので、まあ、投球したイメージとしてでもやはり非常に思ったよりは行く感じはあるんですけれども、やっぱハイブリッドな分ですね、やっぱりバックエンドの動きも安定してますし、まあいろんなコンディションで明らかに使えるボールになってるのかなとっていうのがやっぱり印象が強いですね。はい、もう終わり、え、もうちょっといきます、ね、いやとにかく扱いやすい石原プロ、あの石原プロはどんなイメージを持ちました？まあ、そうですね、うん、やっぱりフェーズっていうのは非常にその中間のイメージで皆さん使ってることが多くて、そうですね、あのフェーズって非常にもう高回転の方から、うん、まあ、僕みたいなスローカーの方もまでね、幅広く使っていただけるところだと思うんですね、はい、なので今回は、まあ、R3 のハイブリッドってことはやっぱり中間よりちょっと上ぐらいの、うん、カバーなんで、うん、僕はまあ使うとしたらですね、うん、やっぱりコンディション的にも、うん、まあ、ちょっと遅めっていうか、うん、もうなおかつタイトに使いたいなっていうような感じは今日撮影の中でも特に感じましたね。なるほどね、はい、このいわゆるマスターラインというね、ストームのラインなんですけども、まあ、グループでいうとマーベルとか
それから IQ、ね、そういうのがこう入ってくる、まあ、ソニックもそうなんですが、まあ分かりやすく言った中で、まあ、長野プロに本当分かりやすくもっと言ってほしかったなと思ってるんだけど、あれもうちょっと喋ります、ちょっと専門的にちょっと黙ってください。あのね、あのコアの重さっていうのもね、やっぱり重要な要素なんですね。ソニックが一番重い、でその次にセントリックタイプで、その次にじゃあ皆さん普通に比較するとベロシティ、ね、なのか C3 セントリピタルかって言ったら、本当にこの順番、ベロシティ C3 セントリピタルみたいなね。でこれって、まあ、あの比重的にコアの重さが軽くなってくるんで、軽いとやっぱり分散されやすいんですね、回転し始めると、まあ、どんな形をしてもなんですけど、分散されるとやっぱりキレっていうよりアーク状にこうで、重くなってくると、まあ、手前との先の差が出るので、まあ、起き上がりに強くなるので、キレを感じ始めるっていうね。で、まあ、これが専門的な意見だとすると、まあ、お二人が言ってるベロシティに対する感じ方、まあ、いわゆる中間だけど IQ よりちょっと上みたいなね、でマーベルよりちょっと下みたいなね、まあ、あとはカバーストックにおいて、オイルに強いか弱いかっていうね、まあ、走り直進が強いか直進が少ないかだけど、やっぱりね、分散されやすいこの、なんだろう、コアって今回はポリッシュ、まあ、R3 のポリッシュ仕上げなんですけども、あの本当に結構ね、どちらかといったら、ね、肩の寄りやすいんですよね。あの肩寄りやすいっていうのはなぜかっていうと、強い素材を巻くと本当に手前から立ち上がっちゃう、で弱い素材巻くとかなりピン側に直進する、もうこれがね本当に肩寄りやすい。だからフェーズのいろんなシリーズの中でも、まあ、やっぱりこう差を感じちゃうんじゃないかなと、フェーズの中でね、ぐらい、まあ、今回はやっぱり直進力が長いのかなと。で直進力が長い割にはやっぱりこう先で手に暴れないのがやっぱり最大の特徴かなと。これ専門的ね、投げた感想ね、はい、まあでもこの辺をね、やっぱり多分体感されてるからね、同じような形で皆さんも感じるんじゃないかなというふうに思いますよね。長野さん、まあ、先ほどと同じように長野プロのジャパンオープン仕様と、はい、こういうことだと思うんですが、今日のフェーズ3はどの位置に？そうですね、まあ、バランス的に言うとハイブリッドなので、アイドルパーの間ぐらいですかね。はい、わかりました。次に石原と、まあ、シリーズ比較なんですけれども、はい、今日のフェーズ3はどの位置に？ズバリじゃあここに来ます。はい、はい、上がりました。よいしょ、お二人にまた質問したいな、はい、ということなんですけど、まあね、正直言って質問、まあ質問というより、まあ、最近長野プロ知ってるかどうかわからないけど、プレゼントボールコーナーをやり始めた中で、まあ、コメント欄がありまして、まあ、そのコメント欄で結構上位に占めたのがですね、まあ、コンディション別にやってよっていう、まあ、リクエストかな、まあ、ショートでやってミディアムでやってヘビーでやってっていう、そのボールをね、それとかもう一つが、まあ、レイアウト変えてくださいよと、こういうようなねリクエストが多かったんですけども、まあ、コンディション変えるってなるとちょっと時間かかっちゃうんで、まあ、その2つ目のレイアウト変えたらどうなのっていう、ピンダウンとかピンアップとかね、まあ、距離とか、まあ、よく皆さんがこう質問されてきたんですけども、ちょっとそれに対しての質問に近いんですが、長野プロの今日のレイアウト、まあ、例えばちょっと私も相談を受けるときがあるんで、ちょっと言いたいところもあるんですが、はい、長野プロのレイアウトの決め方、まあ、このボールはピンダウンがいいなとか、このボールはピンアップの方がいいなとか、
まあ、はたまた例えば、ニュートロンなんかで、まあ、今日のフェーズ3じゃなくてニュートロンなんかは、はい、ピンアップもピンダウンもこう投げてこられるじゃないですか、はいはい、まあ、それとあと距離の問題とかね、はい、そういうのって何をもって決めるっていうのと、投げた感想やっぱりピンダウンだとこうだったよね、ピンアップだったらこうだよねって、まあ、単純に手前から曲がるようなじゃなくてね、やっぱり この方が良かったかなってなんか感じることとかあるとしたら。そうですね、まあまあ言いづらい部分ってよく相談するんであれなんですけれども、はい、大体相談しちゃうんであれなんですけど、いやでも基本的に、まあ、もし距離だけの話で言えば4-1半がベースだと思います、はい、僕は。はい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 、ピンダウンにしてもピンアップにしても4-1半っていうのは割と自分の基準ではありますね、うん、でもそれはやっぱり長年やってきての中でやっぱり4-1半っていうのは一番イメージとしてはいいかと思います、うん、あとはその例えばそうですね、タイミングで例えば試合の前のタイミングだとやっぱその、うん、試合のこうコンディションがある程度分かってるんであれば、うん、まあ、それに対してもうちょっと距離を長くする短くするとかっていうところで、うん、まあ、割と1年間調整はしているところではあるんですけれども、うん、やっぱりどっちかというと奥のリアクションを求めるタイプではあるので、割とピンアップのボールが多いっていうのと、まあ、JPBA のコンディションっていうところで考えたときに、まあ、割とピンアップの方が使える時が多いですかね。まあまあいろんなコンディションがあるんで、何とも言えないですけれども、やっぱりこうピンダウンだと奥がこう止めたい時にレイアウトするんですよね、うん、やっぱ奥が来すぎて欲しくない時にこうピンダウンとかをやることが多いんですけど、うん、やはりあの割と最近ですと傾向だとウィルが多いコンディションが非常に多いので、うん、先でこう止めるというよりはリアクションがなるべく出てほしいっていうのが、まあ、ピンアップが多い、まあ、ラインナップでも自分のラインナップの中でもピンアップが多いかなとは思いますね。はい、なんかこう皆さんのさっきリクエストにね、まあ、一つ一つ応じたいなと思う反面もあるんですが、まあ、やっぱりその根本的にピンアップとかピンダウンの考え方っていうところで考えると、まあ、正直言ってどの距離をやってもね、何をやっても皆さん満足されないんじゃないかなって本当に思っちゃうんですよ。ただ先ほど今長野プロがすごいいいこと言ってくれたんですけど、まあ、よく相談がある中で、まあやっぱり彼のボーリングスタイルイメージって考えると、ピンダウンっていう言葉って僕はもうなんか長野プロには必要ないのかなと思う瞬間が出ちゃうんですね。なぜかっていうと表面加工でピンダウンできる自信もあるんですね。で自信というよりダルにしてくる、当然ピンダウンっていうそのものってアーク上を考えるし、より先で動きが少なくさせるんであれば、表面処理に近いことでやれれば極端なピンアップにならない限りできちゃう気がしちゃうんですよね。でそうするとどっちこっちってやった時に、まあ、激しく動きすぎるからピンダウンにするって方が未だに多いと思うんですけども、やっぱり激しく動かさない秘訣っていうのはもうレイアウトも含めた話よりは表面加工も含めた話をね、してった方がもう先ほど言ったように試合って同じボールを何個も何個も持っていければいいんだけど、そうですね、はい、なかなか持っていけないじゃないですか、数も限定されて。でそうすると、まあ、やっぱりタイプ的に長野プロが先に動かしたいタイプだよって言えば、まあ、基本的にやっぱりピンアップ、ただもともと動きすぎるよこのボールって分かってるボールがあれば、はいはい、長野プロだったらこれぐらいのがいいよってピンダウンまでいかないぐらいなピンダウンにさせてるっていうのが、まあ、私のアドバイスの仕方なんですね、はいはい。まあ、それによって、まあ、やっぱり使いやすい使いづらいっていうのがもっとリクエストでくれば、あれ使いづらかったですよねって意外に来ないんですよ。それがですね、なんかまあ今年に限って言うと、はい、大体掘って持っていくとそれが活躍しちゃうんですよね。それが今年のいい成績につながってるんで。なるほど、はい、分かった、アドバイスね、やめよう。いや、なんでですか。僕契約してるので、はい、ぜひそこはやめないでいただきたいな、はい、でもそういうのがあるんで。なるほどね、はい、この間のニュートロなんか、うん、本当ドンピシャで優勝者もできましたし、ずるいってね、使っちゃいけないって僕言ってんですよ、さんざん、はい、こういう人はニュートロ使っちゃダメよとか、発表前にエボルブ持ってってそれで300出しちゃうし、強いボール使っちゃダメよって何回も言ってるんですよ、はい、僕は。今年はすごいドンピシャに合ってってるので
いやこれが合わなかったよっていう話がほぼないんですよね。でも、はい、あの正直なこと言って、まあ、それちょっとキャッチボールしてるわけじゃないんですけどあのでも合わないって言ったらやっぱりこう言われるだろうし、まあ、合わないボールってやっぱり持ってかなくなるから僕も気にして見てるんで、あこれ合わなかったのかな、でもやっぱり言いづらいからそうなのかなとかって思う瞬間もあるから、まあ、それはねやっぱりこのレイアウトがどれがいいとかっていうんじゃなくて、どのボールレイアウトだったらどういう動きっていうのも気になるのは分かるんですけど、やっぱ自分が何やりたいかをねもっとね相談した方がいいっていうのが僕はね感想ですね。ちょっと話しとれちゃったかもしれないですけど、石原プロにちょっと質問したいんですけども、はい、石原プロ、今回のフェーズ、まあ、先ほどのフェーズフレンジーからフェーズスターまでこうダーッとある中で、いや自分でこれ本当に投げ、まあ、石原プロに聞く質問じゃないのかな、でもちょっとあえて聞いてみたいな、投げやすかったなっていうフェーズって何かあるやりますかっていうのと、なぜ投げやすさを感じましたかっていう質問なんですけど。そうですよね、まあそれはね、もう一つ付け加えると、まあ、こうストローカーというかね、うん、曲がりが少ないタイプの人でも、あ俺はこうだったよっていうのがあるとしたら、そうですね、もうだいぶ前からそうなんですけど、うん、基本的に僕自体で大きく曲げるわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、で曲げようともしないですよね、うん、で曲げようとしたら自分のスタイルから外れていくので許容範囲を超えたことはしない、うんうん、でなおかつそうすると使いやすさ、例えば、特にそうですね、まあ、レイアウトなんかもピンアップピンダウン当然するんですけど、うんうんうん、どっちかというとマスバイアスのない対象コアのボールの方が基本的にピンダウンにすることが多いですね、うん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 、やっぱり非常にこう、こう扱いやすくしたい、うん、激しくしたくない、うんうんうん、っていうと もちろんマスベースが付いてない分対象コアっていうのは、まあ、そう元々はそう激しくは動かない、うんので、うん、必要以上に僕はバックエンドを求めない、うんまあ、ただ転がりと起き上がりっていうのだけをちょっと意識し、うん、しながらね、うん、で必要以上に大きく曲げる必要が僕にはないと思ってるんで、まあ、時にはレイアウト的に考えればピンアップのボールもあるし、まあ、ピンダウンのボールもあえてする時はありますね、まあ、その辺の中でフェーズっていうのは一番まあその中でまあよくしたのがやっぱりフェーズツアーとか、フェーズ2とかでここのところダイクフェーズとか、まあ、その辺のボールっていうのを使う機会がちょっとね、減ってきてたんですね、まあ、なんですけども今度フェーズ3なんかはやっぱり、ちょっとそのイメージでいくと、ちょっと遅めのコンディションで僕でしたらやっぱりまあ大きく分ければミディアムだとかショートって考えれば、うん、そういうところで使っていきたいなっていうふうには思いますね。なるほどね、はい、結構ね僕のイメージだと石原プロはねマスターラインのボールもうマーベルにしてもそう、ソニックにしてもそうフェーズにしてもそうなんかね使ってる時間が長い気がするんですね、まあ、ソニックだったら下手とソニック1個で終わっちゃってたなとかね、そうですね、まあ、フェーズだったらフェーズ2ずっと投げてたなとかね、まあ、結構他の人よりは長い時間使えているボールなのかなっていうかね、で最近やっぱりコンディションは、まあ、ちょっとスポーツコンディションに近くなってきたじゃないですか、うんうん、だから僕なんかでも強い時に曲げる必要で曲がらないし、うんうんうん、曲げる必要がないのかな、まあそうですねっていうふうなことを考えると、うん、どうしてもその非常に安定性を求めて、なるほど、攻める機会が非常に多くなったので、うん、だからそうですね、ソニックを使うのはスーパーソニックだとか、はい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 、いうカバー強くても、はいはいはい、やっぱりなおかつゆっくり、こう入れたいとかっていうふうに考えちゃうケースの方が非常に比較的多くなってきてるのかな、うんうん、なるほどね、まあ、もしかしたら、こう相対照的な勝負をする中で、まあ、勝てないものには勝たないっていうか、回転ですよ、回転でね、勝てない人にはもう勝たない、だから違うところで勝負しようと、こういう選択をね、まあ、するときに、やっぱそういう意見が出てくるのかなみたいなね、まあね、正直言って、勝てないとっていうよりね、もういいボール使わせない、皆さん取り上げる、これが秘訣。あ、僕からですか。僕の話ですか。
まずフィジックス投げてから取り上げなさいよ皆さん取り上げる、はいね、これが第一条件まあせめてそうね IQ は使わせてあげるみたいな本当ですかそれは困りますそうそう最近ちょっとフィジックス頼りなんですが、はいはい、試合は基本フィジックス頼りなんでちょっと困りますそれはまあいずれにしてもねあの中間帯のボールって、まあ、どの人たちにも合わないことがないんですよ、うん、だから僕らもコメント難しくなっちゃうところがここがいいって突出してるところもないし、うん、みんなに合わないわけじゃないからそうですよ、ね、まあ本当に持ってても損じゃないんじゃないかと、うんで、まあ、ぶつぶつ交換してもいいですから、彼のフィジクスを取り上げた後に、ね、うん、他のボールを与えてもいいですから、うんうんうん、どうしても僕からフィジクスを投げさせないんですよという話ですね、これは。いやいや、お金なくなったの、会社。いや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 、一応、まあ、ちょっと前日前の撮影なんでね、あれなんですけど、前日も頑張って。フィジックスで頑張りますよ。長野プロファン、ごめんなさい。まあ、2連覇かかってるね、2連覇。はい、松田さんの方が多いんじゃないかな。それは言えてます。まあでもね、本当に頑張って、こういうボールの使い道っていうのはね、本当にありますんで、うん、ぜひですね、また皆さん進めていただければなというふうに思います。本当に今日は長い時間、松田さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、今月もですね、皆さんの非常にこう応募が多いプレゼントコーナーということでまたやりたいなと思うんですが、非常にですね、皆さんプレゼントコーナー正解率も高いんですけども、まあ、過去にこうテストで使ったっていう、私こう石原明夫のこうボール今並べてるんですが、まあ、発売したボールと発売してないボール、実は、まあ、先月もあったんですけどね、今月もですね、まあ、ロトグリップのこの2作っていうのは実は未発売のボールだったんですね。シェルだとかコア、まあ当然コアはアラエンですから同じで、こちらも本をセルですから、同じセルのシリーズのコアなんですが、カバーストックにやっぱりちょっと、その時代ですね、まあいわゆるその発売しようとした時代に合ってたコンディションに、製作をしたと、両方ともパール系のボールですね。で今回ストームの方は IQ シュプリーム、これはもう当然発売しているボールという形なんですが、まあ、今回この3つをですね、皆さんにドーンとプレゼントしようというふうに考えております。で今回の問題もですね、まあ、非常にやっぱりこう古く新しく言っても皆さん結構同じに回答率高いんですよね。で今回もですね、2014年シリーズという形で私考えまして、2014年の12月にですね、マスターライン、皆さんマスターラインってご存知ですか、あのプレミアムライン、マスターライン、この IQ とかもマスターラインなんですけど、マスターラインでですね、やっぱりシリーズされたボールがあるんですね。これヒント、なんとか X という形で、なんとか X なんですけどね、そのマスターラインの皆さんこう理解されてない方もいるんで、うちのホームページまたよーく見ていただいて、プレミアムライン、マスターラインとかね、いろいろ覚えていただくような一つになってないかなと。このぜひ2014年12月に発売されたこのマスターライン、このボールをですね、また名前当てていただいて、抽選でですね、また皆さん3名の方にぜひお渡ししたいと思いますので、ぜひですね、またご応募ください。よろしくお願いします。